行くぞ、カモロン。威力を保ったまま。鳴き声？どうしてかしら。どこか懐かしいような。どうぶしい、さらに俺たちが勝ったかさ。まったく、騒がしいたらありゃしないわ。くなってきた。絶対痩せる、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 絶対痩せる。おったのですな。人体の構造を理解し、マリー人形をより完璧なものに仕上げてみせますぞ。時に行動し、確か日光が苦手だと申していたような気がしてあげるよ。おお、おお、かたじけない。紫外線対策はこまめにしないとね。はい。冷た。虫かよ。みーたー、ご飯できたよ。またさっきの音。おい、アスタ、どうかしたのか。聞こえない、この不思議な音。音？し、海底神殿で何かあったのか。ああ、そうだった、力を貸してほしいんだ。主様の仕業じゃろう。古の時代から生きていて、怪人様の使いと言われているの。南、帰らずの穴と呼ばれる神殿で、主様が怒りに身を任せて暴れる姿。さん飲んでただけじゃないですか。頼む、黒の暴牛の力を見込んでの。はい、そうですかと、うちの団員を貸すわけにはいかねえんだよ。受けてみせる。お前らの覚悟は分かった。で、賞賛ってのは。私に帰らずの穴。その名の通り、ここに入った生き物は帰って来られないと言われている。海竜のゆりかごを小さくして強度を高めるわ。その分、連れて行けるメンバーはだいぶ限られちゃうけど。さっさとぶっ殺して筋トレ…じゃなくて、マリーに会いに来て。何ば…やばそうだと思ったら、死んでも全員連れて戻れ。いいな。何よこいつら。わからない、こんな奴は俺たちも見たことがない。強いマナの影響で、一帯の魚たちが魔物と化してしまったのかも。この荒れ狂う海中のマナを味方につけられれば。お願い。こいつはクラーケン。バルキリードレス。ノアレちゃん。ごめんなさい、少しの間眠っていてちょ。今のうちに。うん。